後藤定雄は日本のプロダクトデザイナー。京都市出身。2009年に株式会社定雄後藤を設立代表取締役社長を務める。1977年に金沢美術工芸大学産業美術学科を卒業後、そのままソニー株式会社に入社。これまでに工業製品などのデザインをいくつも手掛けており、内閣総理大臣賞や グッドデザイン賞などの受賞歴がある。1994年から2006年にかけては、ソニーコンピュータエンタテインメントが発売した、家庭用ゲーム機、プレイステーションシリーズの本体及び、周辺機器のデザインを手掛けている。また、ソニーのパソコンブランドとして1996年に、バイオのネーミング及びロゴデザインを手掛け、さらに翌1997年には、 バイオノート5 0五の本体及び周辺機器のデザインも手掛けている。なお、バイオの場は政権派を i o ワに新法の位置取を表現しており、アナログとデジタルの融合がコンセプトとなっている。2009年、ソニーを退社後に独立し、個人デザイン事務所、株式会社定友後等を設立、以降同社の代表取締役社長を務めている。ゲーム機本体だけでなく、 コントローラーなど周辺機器のデザインも手掛けている。プレイステーションシリーズではすべてのデザインでグッドデザイン賞を受賞している。バイオの1号機であるデスクトップ PC、バイオマイクロタワー PCVT700MR は日本では1997年7月に登場しているがアメリカでは前年の1996年に先行発売されている。ありがとうございます。